で正面の山がね、至仏山ですね。いろいろとこう来てね。はい、こんにちは、カンパパです、今年もね、尾瀬でキャンプをしてきました。今回は尾瀬沼ではなく、尾瀬ヶ原見晴らしのキャンプ場でした。そして今回はね、大変ニッチなルートを歩きました。ご参考までに最初に概略をご説明してから動画に入りたいと思います。出発はいつものように三池なんですが、今回は日内裏林道を歩き、日本最大の滝、三条の滝に向かいます。そして温泉小屋を経由して、尾瀬ヶ原の北東見晴らしキャンプ場まで歩きます。ここでテント設営します。1日目が終了です。2日目は朝の尾瀬ヶ原を撮影して、テントを撤収したら尾瀬沼に向かいます。白砂の越しの急登を登りきると、尾瀬沼が見えてきます。そして主尻小屋までなだらかな下りです。主尻から右手に尾瀬沼、左手に日内ヶ岳を眺めながら、楽しい木道歩きが続きます。そして大江湿原を経由して沼山峠を越えます。沼山峠からはバスで三池に戻ります。重いテント装備をね、担ぎながら21キロを歩く、歩き応えのあるコースです。それではご覧ください。はい、おはようございます、カパパです。今ね、6時2、3分です。ここは三池の駐車場です。ここ数年の恒例となってました尾瀬沼キャンプ、これいつも8月の盆過ぎぐらいにやるやつなんですが、今年はね、いろいろ都合が悪くてできなかったんですよ。で、ずれにずれましてね、今10月の頭なんですけど、まあ、約2ヶ月ぐらい後ずれしちゃいました。で、ちなみにですね、今日は恒例の尾瀬沼キャンプではなくて、尾瀬ヶ原の見晴らしまで行ってキャンプをしたいと思います。はい、もちろんね、まだまだ紅葉の季節ではないというのは分かってきてるんですよ。紅葉の季節はね、混むんで俺嫌なんですよね。ただね、草もみじは今ぐらいからが見頃になってくるんで、まあ、今回のメインはどっちかというと、まあ、草もみじを取りたいなというところが大きいですね。そう、だんだんね、色ついてきてね、今の時期真っ赤っかになってるのは漆とかがね、早々と赤くなってますね。だん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 色がついてきましたね。はい、6時20分ですね。ここは姫田城です。あ、ここはだいぶ紅葉進んでるね。はい、草もみじも、いやー綺麗だわ、素晴らしいよここ。この日内裏林道、まあ事前に地図でね確認をしてきたんですけど、思った以上のアップダウンがありますね。リュックの重さはね、僕が約18キロ、カウママが16キロぐらいで、またね、食材をいっぱい担いでるんで、半端なく重いんですよ。でもね、18キロぐらいだから、まあ、重い部類に入んないかもしんないけど、久しぶりだからね。
ここはね、上田城ですね、上田城。まあとにかく大変広い、湿原なんですが、だいぶねこの田代は斜めってますね。目の前雲が少しかかってますね。あれが平ヶ岳ですね。日本百名山の中で最も山頂までの距離が長いと、アプローチが長いと言われている平ヶ岳です。山頂がね平べったいですけど、はい、ここはね天神田代、天神田代ということは、もうすぐ分岐が出てくると思うんですが、三池から 3.3 キロ、三原市まで 6.1 キロですね。はい、山の中にね見つかわしくない建造物があります。立派だねこれ。あ、平成だわ。平成9年浦日内橋、これは立派だね。おお、おい、分岐です。はい、ここはね、うさぎ田代分岐だと思ったら、右行くとね三条の滝、なんとなくねかすかに耳に爆音が聞こえます。で左行くと尾瀬ヶ原、三原市の方ですね。で今日はねまだ朝の8時半だし、三条の滝に行ってから、尾瀬ヶ原の方に向かっていきたいと思います。これ山の地図見ると結構降りるねこれ。100メーター以上降りるね。はい、また分岐ですね。左行くとね三条の滝で、右行くと小僧平ですね。ここがうさぎ田代ですね。本当にねこじんまりとした可愛いところですけど、まあウサギがぴょんぴょん飛んでたんでしょうね。転げ落ちないでね。それが一番、そこに一番気を使ってる。このザック背負ってさ転がったらもう一巻の終わりだよ。はい、三条の滝の分岐です。キャンプ道具一切合切って背負ってるからね、膝にガンガンくんだよね。いやね、すごいゴーン、耳をつんざくような。はい、カバンを置きました。こっからねものすごいちっちゃいステップのね、ほら足幅のね足の長さの半分ぐらいのステップ、これ怖えよ。またかよ。危ねえってこの階段。ちょっとね鎖があるからね。あ、怖え。やっと着いた。あ、
い、観瀑台です。わお、わお、すげー、これはすげー。あのね、大勢だいぶ来てるんだけど、山上は初めてです。いやー、この滝の迫力、うわー、半端ねえわ。急登を登ってきました。ここでね、補給、おなじみラムネ、赤田白です。元湯酸素は閉まってる。あら、そう、すごい綺麗なとこなんだよね。温泉小屋を出て見晴らしに向かいます。このね、温泉小屋からね、ずっとこう赤田城があって、であそこの、まあ、林っていうか森を越えるともう尾瀬ヶ原なんですけど、僕はね、尾瀬ヶ原の中でね、もうここは本当に好きでね、ここは草の道がすごいね。東電分岐です。正面の山がね、あれ、志仏山ですね。で、ぐーっとこう来てね、で、ちょうどカメラの正面あたりですね、あの川が流れてるんですけど、よっぴ川、あのよっぴ川のあたりに東電尾瀬小屋があります。赤いねまあ、もうちょっと赤くなりそうだけど、これでも十分素晴らしい。やっと見晴らしですね。社の前に出ます。長かった、はい、日打ち小屋によってテントの受付をします。日打ち小屋着いた。こんにちは。いや、結構張ってあるね。
なんかさ、山登るたびに飲みすぎたっつってんだもん。いやでもね、まあのんびりいろんなとこに立ち寄ったりね、滝を見たりしてなんだかんだで6時間歩いて、美味しいビールでした。お、増えたな。はい、いつもね、変わり映えしない VS30 です。感じになるね。